砥石砥石で刃物を研ぐ様子砥石は金属や岩石などを切削、研磨するための道具、包丁などの刃物を手作業で研いで切れ味を回復させる小型の角砥石だけでなく、工作機械などに取り付けて回転させ、部品製造など金属加工に使われる大きな円盤も砥石と呼ばれる。生産金額ではむしろ工業用砥石の方が圧倒的に比率が高い。 砥石は、塗竜、結合剤、気候の三つの要素からできている。塗竜は、鉱物質の結晶粒子で非常に小さく、結合剤に固定された塗竜が、刃物となって工作物を削る。また、切れなくなると結合剤から脱落し、新しい塗竜が、表面に出てきて、物を削り続ける。結合剤は、塗竜を結合させて保持する土台の役目を果たす。気候は、検索の際、 切りくずが入るポケットとなり、安定した研磨ができる。また、ポケットに入った切りくずは、回転している間に外に排出される。この三つの要素が適切な状態に保たれることで、砥石による安定した切削、研磨が可能となる。トリ結合剤、気候の条件が悪いと、箱ぼれや目詰まり、目つぶれといった状態が起こり、加工精度に悪影響を及ぼす。そのため、 それだけ削りかすを除去するために表面に水や油をかけてと汁の状態で除去する方法が古来から行われている。一般的な日本の刃物用、砥石をイルストーン粒子による違い砥石の粒子の大きさにより、荒と中と仕上げ度の3種に大別される。天然、人工天然砥石と人工砥石という分類もある。人造砥石は19世紀に、 アメリカ合衆国で製造が開始された。品質であり、入手も容易であることから、現在では広く流通している。人造と一種の原料は主に酸化アルミニウム及び炭化ケイ素であり、製法と添加物によりそれぞれ数種以上の特性に分かれる。その他ダイヤモンドや立方症窒化放素、ガーネットなども原料として用いられる。天然物は、 刃物への当たりが柔らかいことや切れ味が長持ち、するなどの理由で、種として、仕上げ度を中心に依然として愛好者が多い。天然砥石の原料は主に堆積岩や凝戒岩などであり、あとたは岩、仕上げ土は粒子の細かい泥岩から作られ、中でも放散中の石英質骨格が堆積した堆積岩が良質であるとされる。油砥石と水砥石水砥石は、 研ぐ時に研ぎ水を使用するものを言う。微小な穴が無数にあるため吸水性があり、柔らかい。そのため研いでいると削られ平坦でなくなる。また、物によってはすぐに吸水して表面に水が溜まらず、研げなくなってしまうため、研ぐ前に水に漬け込む必要があるものもある。オイルストーンは研ぎ水の代わりに、灯油や切削油、ホーニングオイルを染み込ませて使用する。素材として、 ノバキュライト、酸化アルミニウム、炭化ケイ素で使用される。メディアを再生するナイフを研ぐ様子主に、金属製の刃物の切れ味が落ちた際に、切断機能を復元するために使用される。また、用途によって、種類も多くある。人手で刃物を研ぐと石は長方形が多いが、動力を利用するものだと厚みのある円形で、外周端面を使って研ぐものと円形の面を使い、 水平に回転させて研ぐものがある。砥石は工述のように人類の初期からの道具であるが、現代では、切削工具では得られない、加工精度を得るための工具としても重用されている。砥石は、これらの原料の種類、粒度、結合度、組織、結合剤などの要因を選定することにより、あらゆる金属、および、非金属を高精度に検索することができる。古来から、石器や、 金属器の加工に用いられていることで知られるが、漆器などの質芸にも砥石が用いられ、用途は硬い無機物の加工に限らず、質芸家にとっても必需品である。砥石の利用は古く、魔性石器の製作に利用された時まで遡り、新石器時代以降、あらゆる年代の遺跡から出土し、最も初期の道具の一つであると言える。日本では、縄文時代の遺跡から石器と共に、 面上、戦場を磨く根のある砂岩などが、弥生時代には、墳墓から副装品として、鉄器と共に成形された砂岩が出土している。弥生期は石器によって、鉄器を加工していた時期であり、タンヤグとしての砥石も弥生時代中期末では、古墳時代の砥石に匹敵するほどの質、大きさを備える例もある。遺跡の出土場所には算市内 研磨用と思われる岩石も多く発掘されており、すでに商品としての砥石の価値が見出され、より研磨に適した材質のものが選別され、流通していたものと考えられている。日本神話上には、砥石の名を冠した神明があり、鏡作り部の塩素の神たる、天霊庫がこれにあたる。文字通り、荒とは荒とを意味し、古代鏡作りにおいて、砥石が徴用された。 発生紀成立の日本初期に記述があるように、アラトイコールアラトといった言葉は古くから用いられていることがわかる。時代において兵士が準備すべき道具の一つとして、砥石一枚と記述されている。日本に限らず、軍隊で刀剣が用いられていた時代では、砥石は軍事必需品であった。日本は複雑な増産活動により、 地底奥深くにあることで地圧により固められた良質な砥石となる堆積物の地層が採掘可能な深さまで隆起していることが多いため日本で採掘されると石は良質で現代も世界各地に輸出されているこの良質な砥石を用いて日本では高度な研ぎの技術が発達したため高度の高い刃物を製作することが可能になりこれに支えられ日本刀も発達し 鎌倉時代以降の武士の時代には需要が急増した。戦乱の終結した江戸時代になると大倉町人にも広く普及するようになった。一方、大陸部では作り山活動が少ないため深部の地層が隆起することはあまりなく日本ほど良質の砥石が採掘されないため加工の容易な日本と比べ柔らかめの刃物を好むようになるなど良質な砥石の有無は 刃物文化に大きな影響を与えた。このコーナンの好みは現在でも続いている。人造砥石は19世紀後半にアメリカ合衆国で人工のダイヤモンドを合成する中で発見された研磨剤などを使用し発明された。昭和40年頃より日本では天然砥石の採掘の停止が相次ぎ同時に人造砥石の改良が進み、現在では 様々な種類の砥石が製造されている。人造砥石の分類は、工業用では、形状や寸法が重要になるが、研磨性に直接関係する要素としては、塗竜と結合剤の種類、及び粒度が重要である。人造砥石の研磨剤として使われる塗竜は、ジ s R6111-2005 によれば、大きく分けて酸化アルミニウムを原料とするものと、 炭化ケイ素を原料とするものの二つに分けられる。高度としては、炭化ケイ素系の方が大きく、種としてアラトから中トに使われ、それより高度が落ちるが、人生に優れるアルミナ系は、中トから仕上げトに使われる。この二種類以外に、人造ダイヤモンドや、立方症窒化放素も研磨剤として用いられる。酸化アルミニウム系 A 化色アルミナ研磨剤もっとも、一般的に使用される。 研磨剤。WA 白色アルミナ研磨剤高度が高くかつ、破砕性に富むため、主に仕上げとで使用。p a ベニー色アルミナ検索剤 WA より、人性が高く、形状保持力に優れる。破壊剤型アルミナ検索剤コランダムの単一結晶からなる。結晶粒単位で開催しているため破砕しにくく、精密な検索に適する。 AE 人造エメリー検索剤検索力が高く、かつ耐久性も高い。AG アルミーナジルコニア検索剤高度的には最も低いが、人性は逆に高い。炭化ケ系素系 C 黒色炭化ケ系素検索剤主に、アラトに使用。GC 緑色炭化ケ系素検索剤アラトや、塗面修正用に使用。フィラーとして混ぜられた塗リをまとめて、 砥石の形状を形成するための材料を結合剤と言い,い、種類と製法は以下の通り。ガラス系ガラス系による砥石の例。手前、1000、奥、1200一般的な陶器と同じく可用性粘土や長石を摂氏1300度程度の高温で調整してガラス状の物質を形成するもの。その製法をビトリファイドポートい,い、ジス R6210。 2006で規定されている。ビトリファイドは、英語でビトラファイドであり、ガラス化した、透過したという意味。ラテン語のビトラムが語源長所として焼き固めてあるので高度があり、経年変化も少なく、科学的に安定している。反面強い衝撃で割れることがあり、また、最高の多い多孔質の状態になることが多く、十分吸水させるの1 0分から30分程度の、 時間を要する場合がある。なお、ビトリファイド法以外の製法で作られた砥石でも、名称にセラミックを使っている場合があり、注意が必要。セメント系セメント系による砥石の例。手前、1500、奥、1000結合剤として酸化マグネシウムと塩化マグネシウムによる一種のセメントを使って、それが化学反応で硬化するのを利用したもの。 ジス R6219-2006 でマグネシア検索と一種として規定されている。ビトリファイドポーに比べ、焼き固めるというプロセスがないため収縮が小さく、塗流形を小さくした場合の寸法管理がしやすいため、特に中戸や仕上げ度で多く使われる。また酸化マグネシウムは硬化した後でも水に溶けるため、使用前に長時間水につける必要がなくすぐに使え、 また刃物への当たりも柔らかいという利点がある。しかし逆に、長時間水に接すると軟化したり、ひび割れが生じたり、しやすく、また長期的に吸湿により、高度が低下するという欠点もある。また成分として塩化マグネシウムを使用するため、鋼の刃物を研ぐ場合に錆を発生させる場合があるので注意が必要。レジン系レジン系による、砥石の例。番手は両方とも、2000。 手前がエポキシ樹脂を使用、奥がフェノール樹脂を使用したもの。結合剤としてフェノール樹脂やエポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂を用い、摂氏200度程度の温度で硬化させたもの。ジス R6212-2006 で規定されている。この製法をレジノイド法と呼ぶ。セメント系に比べさらに刃物への当たりが弱くなる。寸法精度を出しやすいことから工業用と意思で広く。 使われているほか、仕上げ度でも使われている。その他人造ダイヤモンドを塗料として用いる場合には、ビトリファイドポーと同様に焼き固めて作る焼結法と、ニッケルなどの金属をボンドに使って、メッキのように人造ダイヤモンドを固着させる電気法がある。初期状態の検索性では、電気法の方が優れるが、ダイヤモンド層が単層であるため、寿命では、焼結法の方が優れている。 また、合成ゴムを結合剤として用いた砥石も工業用や錆落とし用として製品化されている。一般的に砥石の研磨力を示すものとして番手というものが使われており、この数字が小さいほど研磨力が高い。この番手は塗流の粒度によって決まり、JISR6001 で規定されている。基本的に塗流の平均の流形とその分布の仕方によって番手が決まる。 一般的に番手で700未満を洗と、7 0 2 0 0を中と、それを超えるものを仕上げとと呼ぶことが多いが、この分類の仕方に厳密な定義はなく、人によって違う場合が多い。また、同じ番手であっても研いだ時の研磨性や、研ぎ味は、決して同じではなく、蒸気の塗流や結合剤の違いで、大きく受ける感じが異なる場合がある。さらには、塗流の種類によっては、 元の流形が破材されて小さくなる場合もある。また天然砥石については均一の塗料を含むということはまずありえないため番手を決めることは不可能であり、荒戸から中戸から仕上げとというざっくりした分類しかできない。砥石の硬さを結合度という指標で表し、JISR6242-2006-6.63 で規定されている。A に近いほど難なくなり、 Z に近いほど硬くなる。一般的には研ぐものが硬い場合は柔らかい砥石を、柔らかい場合は硬い砥石を用いるのが良いと言われている。草刈りしている人の図。定期的に研ぐため、腰のベルトに砥石を入れる入れ物を帯びている。大工の世界では、穴掘り3年、ノコギリ5年、住みかけ8年、研ぎ一生と言われるくらいに、納得できる仕事に至るまでが長い技術である。 神話ゲームナイフトぎ用のジグ仕上げ用の革戸と,と簡易包丁とぎ用の都議棒外国。ありがとうございます。